も明石来てよマジカルリアルルルルバナナちなみに僕マジカルルルルバナナやったことありませんリアルマジカルバナナは僕もやったことありませんあ、ないのいや、リアルマジカルバナナねマジカルバナナってあれだよね俺子供の頃やったことあるもんあんのかよわかんないでしょマジカルバナナバナナと言ったらクーマブブーですいやブブーじゃないブブーだわお前それ連想2個ぐらい挟んでんだろなんで分かった猿が潜んでるだろその間に猿クマみたいなさそうよく分かったじゃそれじゃダメなのそうだ俺は通じるけどみんなには通じないから、うん、俺のこと猿だと思ってるのだから結構通じてるからおパピー通じてるからほら猿でもねえじゃんそんなの関係ねえってお前じゃんおパピーは猿でもないでしょはいという感じでそういうことです、はい、ウボシを捕まえます捕まえじゃない意味わかんないウボシ逃げてたらびっくりするよなんなんということで僕ちょっといまだにリアルマジカルバナナが分かってないんですけどなんでだあるじゃないですかマジカルバナナバナナと言ったらリンゴ違うだからバナナと言ったらゴリラゴリラと言ったらリンゴじゃん1個潜ませるのなしじゃん1個潜ませちゃいけないダメだよバナナと言ったら果物バナ果物と言ったらリンゴじゃんできないじゃんこのゲームせーのリンゴ知りとりだってマジ今回スーパーを何の貸し切ってるんですけど、はい、こちらのスーパーを使ってリアルマジカルバナナができたと思います、はい、どういうルールかと言いますとお題チェーンに行きますじゃあマジカルせんべいはいせんべいねあとでねはいはいはい決まった、はい、じゃあマジカルせんべいですねはい、はい、せんべいと言ったら茶色茶色と言ったらお味噌なるほどお、はい、お題味噌だから味噌ってなんだ茶色がぬるぬるしてるなとか味噌と考えて味噌と言ったらはいはい味噌と言ったら調味料調味料と言ったらめんつゆでしょっていう感じです。そういうことです。あの普通のマジカルバナナと違って間の形容詞をその人一人で補ってやるってことですね。例えば、はい、これさ無限にできちゃうなって思ったのがめんつゆと言ったら調味料調味料と言ったら醤油醤油と言ったら調味料調味料と言ったら砂糖同じのはなし同じ形容詞はなしだという感じですね、はい、今回制限時間1分でございます1分ずつ1分ずつで詰まったり、はい、それどういうことって突っ込まれて全員のジャッジでそうだねダメだったらダメです納得いかない人の方が多かったらアウトはいできよリアルマジカルバナナ、よーいマジカルスーパーはぁ、あ、なんでもいいじゃんスーパーなんでもいいじゃんえ、待って待っておぉ待って待って待ってなんでもいいやスーパー逆にねはい、あ、待って残り2秒あ、嘘つけお前おおつけ俺あ、オッケー、はい30秒はい、オッケー、決まったはいマジカルスーパースーパーと言ったら必要不可欠必要不可欠と言ったらミーズうん、水と言ったらはい大丈夫大丈夫早速必要不可欠とかなんかすげえイレギュラーっぽいもん出したんだけど水と言ったら透明おお透明あやばいやばいやばいいやこれ結構テンパるわやばい透明難しいよねやばいやばいやばい終わった待ってそれは透明だけどマジカルミーズミーズと言ったら透明透明と言ったら入れ物おーあ、いいのいいセーフだよあ、でも俺スタートか、はい、入れ物ってなんだよ確かにえ、もう全部なんだと思ったはい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 、もうすぐ行きますはいはいはいマジカル入れ物入れ物と言ったら軽い軽いと言ったらのりうわぁうまい納得でしょうまぁ、あ、はい、いきますはいのりと言ったらはい下手なんだよ、あいつこの手のゲームめっちゃ下手じゃん、今薄い薄い薄い早速今、ハテナだって薄い薄い薄すぎ薄すぎいいじゃん、いいじゃんはい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 うわぁ来た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 はい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 のりと言ったら薄い薄いと言ったら春巻きの皮はい、せーの春巻きの皮ね、春巻きの皮ね、ちょっと待って、薄いはもう疲れたんだもんな、やべえぞこれ春巻きの皮、あ、はいお、早いやんオッケー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 来た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 すぐです、はい、春巻きの皮と言ったら白い、はい、白いと言ったらイボの糸イボの糸と言ったら、はいよしよしよしイボの糸、イボの糸ってなんだイボの糸と言ったら、イボの糸と言ったら麺で、麺でオッケー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 
じゃあいいじゃんいいじゃんいいじゃん、オッケーオッケーオッケー、待って待って、お値段大丈夫ですか今日。お、はい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 、よしよし、今のと言ったら、今のと言ったら、え、今の糸と言ったら、それ麺類、麺類と言ったら片焼きそば。おお、せーの、マジカル片焼きそば、マジカル片焼きそば、バランだよ、マジカル片焼きそば、大変だわこれ、硬そうなやつ、硬そうなやつ、一番硬そうなやつ、余裕がありますよ。残り30秒、余裕です、余裕なの、あ、いいじゃんいいじゃん、これいいじゃん、あ、なるほど、腹硬いでしょ、はい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 、カリ、なんだっけ、次噛んだの、片焼きそばと言ったら硬い、硬いと言ったらカリン島、カリン島と言ったら、はい、そういうことだよ、ジャッジ厳しめにしない、これジャッジ厳しめにしないと永遠にやってられるよ、カリン島と言ったら黒い、さっきのちょっと入れ物か疑問だよ、入れ物がちょっと疑問だったね、スタートから黒い、おお、いや、それでしょ、はっ、カリン島と言ったら、なんつっけ、カリン島です、カリン島で次噛んだら負けだから、カリン島と言ったら黒い、はい、黒いと言ったら顔、あー、やられた、楽しい、あー、やられた、じゃあ、コーラね、はい、コーラ、コーラ、一緒続くぞ、これ、もしかしたら、コーラ、コーラ、コーラと言ったら、売り場が分かんない、売り場が分かんない、あった、でもなんかすごい企業イメージ下げる発言だよねどうしよう、気づかってない判定厳しいぞ、はい、いや、しょうがない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 ですよ、はい、コーラと言ったらちょっと、それ、いろんな人に、いろんな人に影響出る大丈夫これすっごいやめとこうかなと思ったんだけど、あの3名に任せる、あの、俺はダメだと思います、いや、アウトだと思う、おお、やったえ、お前絶対納得いかないだろ、絶対納得いかない、だって俺これ持ってきた時に負けだと思ったもん、それのせいでボークさんが、おお、いいねって言ったんだよ、いや、待って、あの人、おお、いいねって言ったの、うん、お前のターンで、うん、いや、これルールぬるぬるだよね、だってさっき入れ物持ってきたよ、あいつぐらい言ってたんだよ、ちょっとこっち来いよ、ちょっとどっちだよ、どっちだよ、どっちだよ、ボケ取ってたよ、ボークさんって一万二百三十、じゃあいいよ、これ1対1ってことで、ドローじゃない、これはさ、次方を勝ちにしよう、そうしよう、そうしよう、お前次は30秒で、そう、30秒にしよう、それじゃあいくぜ、じゃあどっち先行で行く、次じゃあゲームマスターお前の方、はい、行きます、マジカルコーラ、コーラと言ったら黒い、黒い行くの、え、あとさっきと一緒の形容詞なしだよ、そう、なしなの、だからいろいろダメなの、別のお題にする、お題書いてもいいんじゃないですか、そうだよ、コーラって持ってきたやつ、そうだよ、すいません、まあ、化け物がバーガーおい、ねえな、はいよ、マジカルうまい棒、うまい棒と言ったら、はいいや、簡単だろ、それお菓子、うまい棒といったらお菓子、お菓子といったら麺かし、行ってきます、簡単だって今のは簡単だって結構出たわ、動いてなきゃいけないから薄いかもしれないな、いや、ちょっと待って待って、やばい、やばい、30秒しかないだ、残り15秒、嘘だろ、結構やばいね、やべえ、きついよ、はい、行きます、どれ、はい、行きます、メントスと言ったら丸い、丸いと言ったらニンニク、ニンニク、オッケー、ニンニクと言ったらオッケー、え、通るの、通った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 、ちょっと待って、ちょっと待って、え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 、大丈夫、めっちゃ30秒短えな、はい、よっしゃ、ニンニクと言ったら臭い、なるほど、臭いと言ったら砂肝、え、いや、さすがに審議だ、もうちょっとやってたいけど、これはさすがに審議だ、臭い、俺は砂肝臭いと思ったんじゃない、臭い、はい、もうなんならいいんじゃない、そうだね、あ、僕もない、お前はあれだって10秒って言われたからそれは持ってくるでしょもう一回、もう一回、もう一回、さっきだって負けたでしょ、そうだ、次は俺負けたでしょ、そう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 、さっきは俺負けた、あ、オッケー、いい、行きます、どうぞ、はい、マジカル梅干し、はい、はい、待って待って待って、何も考えずに俺とりあえず右に行く癖がある
え、待って、梅干し？はい、もう戻ります。10秒、うわ、くそ、持ってけるか。はい、梅干しと言ったら赤い、赤いと言ったらキムチ。キムチ、行くぜ、スタート。キムチ、どうせよ、どうせよ。とりあえずノープランでみんな、俺もキョンちゃんも右端める。あ、そうだね。頼む、頼む、頼む、何が？は？終わった。やばあ、あ、あぶねえ、ギリギリ。え？はい、せーの。なんかしら持ってこいよ。あ、セーフだったな。めちゃくちゃな理屈こねればいいじゃん。そんなことできないよ。初めて見たかも、あんなテンパってんの。え、悔しい。気持ちしたら辛いで。辛いで。俺に言ったら唐辛子って探すと思ったんだけど、見つからなかった。ピンポイントで見っけようとしちゃうと危ないよ。うん、俺2回負けてるよね。勝ちしないくらい泥試合だった。でも勝ってるよ。勝ったんだけどね。楽しいかも分かる。やろう。でこれ勝ったら俺勝てない。最後100点。そうです、そうです、最後100点。行こう。マジカルビール。ビールと言ったらクモ。クモ、クモ。ビールハマりそうだわ。ビールと言ったらつまみ。つまみと言ったら、はい、おー、早い、早い、早い。ビールと言ったらつまみ。つまみと言ったらカニキャンも。まあいいだろう、いいだろうね。カニカマね。はい、カニカマ。はい、待って待って、この人で負けてる気がするな。絶対もういいや。おお、大きく行こう。おお、いいじゃん、大きく行こう。今のボクサーの笑いが動画にしてたら相当面白い笑いだ。いや、全然笑ってない。すごい。はいはいはい、どうだ。はい、ダメだよ、難しいよ。カニカマと言ったら魚介類。魚介類と言ったらシャーケ。シャーケと言ったらカモン、カモン。シャーケと言ったらモミナガ。見てるね、ゲームになってるよ。うん、おカニカマ魚介類じゃないってこと。すり身っすよね。え、あ、そっちの。はい、ジュニアアウト。あ、やべ。はい、シャーケと言ったら、シャーケと言ったらやばいよ。シャーケ、シャーケと言ったらウモノ、ニモノ。シャゲ、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 あぶねー。シャゲと言ったら煮物、煮物と言ったら煮物。ん？シャゲ煮られてるの見たことねえな、ちょっと聞いてみよう。シャゲが煮られてるのを見たことがある人がいるかもしれないから。シャゲは焼くものだよね。結構焼かれた状態だよ、ね、しかもその洗濯したのが味噌煮っていうさ、なんかお父ちゃんテンパりすぎない、ちょっと。こういうゲーム苦手じゃん。USA ゲームもね、ぐっちゃぐちゃでしたね。無理なんだよ。よかろう、よかろう、今日はおっぱぴの感じだ。おっぱぴ。今後ともキョンコマチャンネルのリアルマジカル部分のよろしくお願いします。またやんの、これ。また来週。ありがとうございました。締め方いつもコクン。どうもー、あ、ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。